純真寺外観、阿弥陀如来像、阿弥陀如来像純真寺は、千葉県成田市下領部4丁目4番13にある、浄土新州本願寺派の寺院である。住職、蘇我弘明成田市周辺に住む李教門神との拠り所として、またこれまで浄土新州に縁がなかった人への開教の拠点として、2005年4月1日に、成田市の隣接市である、富里市日吉台に、 浄土新州本願寺離れた布教書として開設。2007年2月24日に現在地に移転し、同年5月15日に純真寺落成喜び山法要を厳守した。2007年5月15日に世界遺産の岩見銀山にほど近い浄土新州、光蓮寺より300年の歴史のある阿弥陀如来像をご本尊として先座した。潜座には光レンジの門徒十五人が、 阿弥陀如来像と一緒にバスで島根から成田まで14時間半かけて約1 0 0 0トルの道のりを共にした。2009年3月20日から4月10日まで平和を願う美術展として日本画家村田茂樹氏のホロコースト作品展を本堂隣接の純真寺会館にて開催した。2011年3月15日東日本大震災ぶっこ者追悼法要を純真寺にて 取り行った。2011年9月20日から9月24日、純真寺住職、蘇我博明が、東北地方の被災地へ、支援物資を届けながら、各地で東日本大震災物語者追悼法要を、取り行った。2011年10月16日から10月19日、純真寺より31名で、新蘭成人750回、大延期法要参拝を行った。 2012年1月15日純真寺にて、新蘭成人750回大延期法要を取り行った。2016年1月15日純真寺にて、小名、文名の集いが始まる。ありがとうございます。